今自分の物語を生きるという話をよくしております。でどういうことかというと、私たちは意外に自分自身の物語を生きてないんですね。社会の物語だったり、会社の物語だったり、国家の物語だったり、世間様の物語を生きてる。でこれはどういうことかというと、ちょうど我々が信号があって道路標識がある道を歩いているようなものなんですね。でそういうところを歩いている分には自由に歩けるわけ、何の不都合もなく歩けるわけですけれども、突然砂漠の真ん中にポンと置かれて地図もない、あるいはアフリカのサバンナの中にポンと置かれて、全くどっちに何があるかも分かんない、そういう状態になったらほとんどの人が戸惑うと思うんですね。で自分の物語をちゃんと生きてる人はそういう時にも迷うことなくちゃんとまともな道を歩いていけるし、それから食料も水も確保できると思う。で実は 3.11 のという非常に大きな事件がありましたけれども、被災者だけじゃなくて多くの日本人はちょうどそういう状態になったと。でその時に自分の物語を生きることができる人は迷わずにしっかり自分の人生を歩いていけたし、まだ右往左往してる方もいらっしゃるわけです。それは今までのその社会の枠みたいなものが崩れてるわけですね。ですから自分の物語をしっかり見てないと、それが見つけられてない人は未だに右往左往してしまっているということになります。でこれは日本全体が非常に大きな変局点に立ってて、その 3.11 が、その大きなきっかけになったということを私は感じております。でその具体的に自分の物語を生きるというのはどういうことであるか、その時にどういう具合に物事を捉え、それから自分の内側に設置していくかというふうなお話をしたいと思います。